皆さんこんにちは、ダイダラです。ペーパーマリオやっていきたいと思います。さて今日は何するかというと、教えて赤い紙テープの先には何があるのかしら。はい、ということでね、今回はピーチ城のところからぐわーっと出てる赤い紙テープ、この先をね辿っていきたいと思います。あれをね、なんとかしないと、赤い紙テープなんとかしないとね、ピーチ城入れないのでね、なんとかこのね紙テープの先へ行って、この紙テープを解く手段がねあればいいんですけど、さあマリオくん進んでいきましょうか。ここはどこ？うわ、ピクニックロード。さあピクニック、陽気な気分でルンルンなんですけど、なんか普通にここあれですね、ドーンと紙がすっごい足りない、穴が開きまくってるね。わお左上のね紙がいっぱい入ってたやつ、何これ、これキノコくんか。うわびっくりしたね、草の中に隠されてました。気分も腐っちゃいました。色だって緑になっちゃったしいやいやいや、ダメダメ、プラス思考で行かなきゃ。プラスといえばマリオさん、プラスでメニュー開いたことあります？あるよ。武器の装備やアイテムを使う、他にもいろんな情報が盛りだくさんで超便利だよ。一度プラスでメニューを開くのをおすすめします。きっとなんかの役に立つからね。もう使ったことあるよはい、見てみましょうか。大事なものとかね、アクセサリーまだ持ってないんですけどね、アクセサリーとか、あと前回装備したこの武器ね、あのアイアンブーツとか、あとは地図ですね。ここのところピクニックロードね、キノピオ救出率まだ 1%。 あらここいっぱいいるのかもしんないね、もしかしたら。おーし、じゃあで進んでいきましょうか。お、イエーイ、いっぱいゲット。よし、どういうとこにいるんだろう、草に隠されてたじゃん。だから草むらもね、なるべく壊していかなきゃいけなくなったわけで、今回から意外とキノコくん大変なことを要求してきたね、ほんと。で、あと隠しブロックもたまにあるからね、と思ったら、ん、うわあ、ここお花だらけでとっても綺麗ですわね。お花のいい匂いとお日様もポカポカで、なんだかウキウキしますわ。そうだね、とっても気持ちいいからピクニックしていきますか。いや、いいの、ああ、いけないいけない、ウキウキしすぎて早速が紙テープを忘れるとこでしたわね結構天然が入ってるっていうかね、なんかのんびりした子だよね、この折り紙ちゃんって。さて、おっと、あ、紙、折り紙の兵法がいる、あそこ手前かわで、そこにはクリボーもいる。ドラー、いやクリボーじゃねえか、これキノピオとどこね。よし、みんな大丈夫か。あー、おられました、ありがとうございます。君もだ、大丈夫か、めっちゃおるやん人。おられました、ひどいです。君もだ、助けよう。おられました、畜生、めっちゃ怒っとるやん。君、おっちゃダメだよ、やんのかこら。さて戦いましょうか。ヘイホー戦です、折り紙ヘイホー。うわ、めっちゃいる数が。ドア、さて敵を並べろ。さあ今日もね楽しくバトルやっていきましょうか。まあ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 全然大丈夫ですよ、ここは。俺ほんとこのゲームで恐れてることはね、攻撃、敵の攻撃ね、まだ一度も食らったことがない敵の攻撃をね俺はいつか受け止めることができるんだろうか。絶対今回この紙テープの先にボスがいるからね、このボスに対して下手くそすぎるやろうまくできるかどうかっていうのをね、ちょっと気になるところだよね。よし、さきのこくん、おられかけました。いや、待て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 、大丈夫か、大丈夫か、大丈夫か、それ助けてあげるよ。ほらほら、ちょ待て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 よ、おいおい、ほんとどこまで行くね君、町まで帰んのか。あ、じゃあもういいか、ああいや大丈夫、なんか追ってあげるよ俺が。はい、じゃあね、変なキノコくんをねスルーして、あ、蝶々が飛んでる、待って、あの蝶々絶対キノコじゃない。ほら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 ありがとうございます。でもパタパタが止まりません、パタパタが止まらない、元気出して、ほら止まったよ、嬉しいね。紙テープはお花の丘のさらに先まで続いてるんるん、へい。さ、敵もめちゃめちゃおるな、ここ。うえー、無視したい、助けてー。あー、いなくなった。ここってどうやって上行くんだろう、なんか道が、うわ、行けそうな、裏に洞窟があるからどっかからね抜けていくのかな、もしかして。あー普通に落ちちゃった今の。ほらドラー、バラ巻き人生楽しいなと。さ、継ぎはぎ修復マンダイダラです。トゥイ、これ最初別にクリボーを踏まなくても全然大丈夫だよね、そういえば。あ、めっちゃ楽勝これ。うわ、めんどくさいやつ、敵を並べろ。さあ、ここで X ボタン押せば話せるんだよね、ここで。
怒ってる敵って怒ってるからほっとくと超攻撃な攻撃とかしてきそうだねっていうね。一応ヒントもねこのゲームはあるんですけど、大したヒントじゃなかったですねでも怒ってる敵の意味をね教えてくれるのは良かった。本当ほい大丈夫か今日の俺はよし、ハンマーはダメだけどジャンプはいける、全然いいね。さあペラペラーズ頑張ろうな、ウェイ、置いてください。うわめっちゃ髪がある、よし。ほんとなんかね破けてるところっていうか継ぎはぎだらけの人生すぎて、これ難しいな。ここ23回ぐらいかな、奥にペラペラのノコノコがいる。これ途中で ZR 押したらねこんな風に構えるんですけど、キャンセルする方法でないんですかね。なさそうなんですよね、髪がないマリオもう髪持ってないんだけどどうしよう、髪回収しながら行こうかね、お花潰しながら行こう。ピクニックロードでお花潰しながら進むってどうなんだろう。あ、それ敵倒したらなんかもらっていたよね確か髪ね。敵倒しましょうか。さあ撃破撃破、まあ、雑魚敵戦ね、もうなんかめぼしい敵も出てこないし、うわー髪出てくる。でも髪出てくるのは最高ですね。へい、木叩く。なんか木の形も全然違うよね。なんかデクの森だっけ、迷いの森だっけ、あそこのね、ところと違って。さて、髪のね、ペラペラのノコノコがいる。あ、マリオさん、こんにちは。今日は僕らノコノコのヒーローを拝めに、はるばるやってきたんですよ。何、ノコノコのヒーローって。大変だー、なになに、ノコノコだ。折り紙に襲われないの、大丈夫、大変だよ、大変だよ、大変なことになってるよ。どうしたんだい、そんな大変なの、そりゃ大変だ何があったんだよ教えてくれよ、大変だ大変だ大変だっておかしいだろ何してんだ、遊んでんのかあいつら。で、神様に会えるミステリーツアー、土神、寺院、霊界の入り口はこちらだ。何、怪しすぎるでしょ。てかあそこになんかいるね、怖いよ、来ないで。さあちょっと行ってみようか、神様に会いに。神様って何なんだろうな、うさんくさくないっすか、めちゃくちゃ絶対詐欺だと思うんだけど。ん、お店みたいなのあんのここって、もしかして。うわ、なんかあそこに人いるじゃん。人というか、のか。キノピオが丸まってる。アクセサリー、ここもお店なんだ。わー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 、お金がゲットした。うれピオ。大変だ、大変だ。大丈夫？へい。嬉しい、楽しい、超便利、アクセサリーいかがですか？キノピオタウンで売ってますよ。キノピオタウンでアクセサリーついに販売。これはね、あーちちちちですね。ちょ、セーブしてから行きましょうか。ほい。さあセーブして、ここ何屋さん、亀みくじだって。何があったの、あ、マリオさん大変なんです、偉大な土神様が住むところの入り口を閉ざされてしまいました。あー、そこ折り紙野郎が、神聖な入り口は神聖な5つのタートルボールがはまっていないと開かない。大変やなこれ、大変や、さすがに大変や大変や。そしてそれが4つもなくなっちゃって、おまけに最後の1個もあいつが盗もうとしている。喧嘩が弱い僕らには、でも足も出せません、ノコノコだけにって出てるぞ今踏んだらあれかな、入り口はなんかねえ5つのタートルボールってのがいるんだね。君たち俺がやっつけてやるよ、行くよ、来い、トゥイ。それではね、これはボス戦になるのかな、いや、じゃあただの雑魚敵ださあ折り紙のやつがやってきた、動くね君。さあ敵を並び替えよう。ねえマリオさん、リング操作で時間足りないと思ったことありません？あるある、プラスを押せば持ってるコインを残り時間に変えることができるみたいです。長ーく押してるとそれだけ時間も伸びるけど、コインもいっぱいなくなるみたい。使いすぎには注意してくださいね、タイムイズマネーですわ。まあ、お金は別に使わなくてもいいでしょここ、まあとりあえずこんな感じで操作して、ここも同じように、あれ待って、これ待って、これむずくない？え？これは？こうじゃない。こうして。まずいまずい、時間が。あぶね、間に合った！いや、今ちょっと頭使わせる感じにして時間かかるやつにしたな、このゲーム。やめてくれよ。マジで俺、時間延長サービス使うとこだったわ、今。危なかったな、今の。だいぶね、これね、なんか、頭使うパズル要素がね、かなり強いですね、RPG パート。あの、戦闘パートが。いや、頭柔らかくないと難しそうですね。頑張りましょうか。俺もどっかで多分ね、いつか失敗しそう。まだノーミスですけど。マリオさん、お強い。土神様の次くらいにお強いかもね。マジ？神様、そんな強いの？
でも残り4つのタートルボールはどこかに持ち去られたままです。困った困った、どうしよう。そんな大事なボールどっかに持っていっちゃうなんて折り紙兵もひどいですわ。でもなんとなーくもうこの辺りにはないような気がしますわ。ないの？もうこれはいずれなのかな。ここ、こんにちは。うわ、持ってないよ、これしかないよ。でそれははまらなさそうだね。そうかで、なんかボール見つけたらまた持ってくるよ。困った困った、困った困った。元気出せ君ら、元気出せ大丈夫、俺が見つけてきてやるから。マリオだからな、マリオ、マリオ舐めんなったやつやで。む、ここはなんだ、どっかに通じてる。でー、おお、あ、中から手の人が出てきた。神の手でーす。神の手どうすんだこれ、上ギョギ、おらおらおら、あ、ぶっ壊した。キノコくん出てきたで、イエーイ。わー、大勢まとめて助けていただきありがとうございます。いっぱいいるの？バトル中にワイで、私たちもじゃんじゃん応援しますよーっていう。おいおいおい、何何いる何いる、わかんないわかんないわかんない。応援中はワーイ。なんかめっちゃおったな、ほんま。ありがとうよ。何体助けたんだろうの。あとね、そこの上かな。あれ、どうやって行くのかな。は、このパラソルの上からかな、こうやって。へい。大丈夫か。あれ、マリオさん、いつもにましてダンディでかっこいい気がしますね。その通り。もしかしてアクセサリー身につけてます？持ってないよ。アクセサリープラスメニュー開けるなんて知ってるなんて、さすがマリオさんですね。いや、俺持ってないよ、アクセサリー。気のせいだよ。ねえ、助けられたからおだてるなんて、あいつ。ここなんもないよ、お店。私もアクセサリー身につけてダンディなキノピを目指しますね、っていう。え、これ一旦帰ってアクセサリーショップ行ってみようぜ、ちょっと。戻るわ、一回。ちょっとこれだけね、修復してから。OK。さあ、戻ります。ん？右上になんか出てきたね。ピンポンパンポーン！キノピオタウンにアクセサリー屋がオープンしました。そこ行くんだよ、今から。やったぜ。うわ、なんかマリオサンシャインのお知らせニュースみたいな感じで、俺すげえ好きなんだよな、ああいうの。昔ドルピックニュースとかあったんだよ、マリオサンシャインで。ここじゃないな。どこだっけ、アクセサリーショップって。あ、あった、ここだ。あ、マリオさん、土神神の前で助けていただいたアクセサリー屋のキノピオでーす。今からお店開けますね、どうぞどうぞどうぞ。よーし。入れてくれてありがとうございます。は、入りましょうか。どういう効果があるんだろうね、アクセサリーって。なんもないけど、店には。どうしたの？こんなとこ穴が開いてる、危ないな。直してあげるよ。しょうがなしやで、しょうがなし。ウェイ。ありがとうございます。これで安心して仕事ができます。どういたしまして。さあ、キノピオタウンのスカスカな修復 100% 達成ですね。やったぜ。やっぱストーリー進めないとね、ね、進まない部分もあるんだね。嬉しい、楽しい、超便利、アクセサリーいかがですか？さて、タイムプラス。うわ、すごい。遠くの紙ペラも拾える。うわ、どっちがいいかな。タイムプラスの方がバトルで使えそうだもんな。買いましょうか。やった。アクセサリー、タイムプラス、どっちも買っとくか、これは。プラスメニューのアクセサリーで、装備しないと効果がありませんからね、っていう。オッケーです。同時に装備できる数は限られてる。まあ、でも両方買っときましょうか、これ。バトルの攻撃力が上がるっていう感じじゃなくて、本当アシスト的なね、感じなので。タイムのやつはね、絶対買っといた方が良さそうですね。よし、じゃあちょっと装備してみましょうか。はい。アクセサリーですね、こちら。へい。え？ 2 個装備できた！やった！え、何個装備できんだかわかんねえ、これ。はい、じゃあとりあえず2個とも装備しましたね。なんか俺気になってたんだけどさ、ここになんか黒い丸みたいなのあんじゃん。これハーマーで叩いたらね、なんかコインが出てくるんだよ、さっきから。ほら、これ。これなんかあんじゃねえ、ここも。もしかしたら。こういうの見つけたらね、叩くようにしとかないと。多分、ダメかも。うわっ、なんで、今いた。何これ、引っ張る。どれ、これキノコくんでは？わお、くるっと丸められたら、手も足も出ませんね、って。言っちゃったよ。うわ、これちょっとマジ大事なやつかも。ここ何これ、ここ穴開いてんじゃん、よく見たら。あ、これこっち繋がってるやつだ。やーりー、イェイ、外した。ファイアフラワー。ファイアフラワーどっかで使ってみたいよね、これ。ここもマリオくん、そこ叩けないの。叩けないな、そこは。穴がちょこちょこ開いてるの気になるね。よし、じゃあ次行きましょうか。こちら、あ、言ってたやつね。神様に会えるミステリーツアーのところは無視して、どうしようかな。
あそこのね、白鳥も多分キノピオだと思うんですけど、今叩けないのでね、先行きましょうか、こっち側。また蝶々いた、ほら。むっ。わー、あらまあ、かわいいお家が紙テープに巻かれちゃってますね。あれじゃあ、きっと中の人も困ってそうだ。おーい、かわいいお家の中の人、紙テープなんとかしたらまた改めて伺いまーす。頑張ってー。やって。はい、これでお家の人も安心ですね。中に人いんのかな。さあ、まずは蝶々。青い子でしたね。疲れましたけど止まらないんです。大変そうだな、ほんと。叩いちゃった。ここにもなんか丸まってたね。大丈夫か？めっちゃキノコくんいるね。お腹が空いて力が出ません。マリオさんみたいに Y ですぐキノコが使えたらいいのに。だから、それいちいち毎回チュートリアルみたいな説明いらないから、もう。穴開いてる、ここ。うわ、中から紙がいっぱい出てきた。ラッキーピヨー。ここなんだ、これは。ペイ。あ、中からねえ、チョロプーのおじさん、もう何？なんか用か？その家、変わったキノピオが住んでる。妙竹林な機械を作って喜んでるおかしなやつだよ。でもその赤いテープで今は入れない。ま、見ればわかるわなっていう。そうか、チョロプーさん何してんだろうね。よいしょ。さあ、継ぎはぎはまだまだ直していきましょうか。イエーイ。これ飛び降りれんの？ビョーンって降りられないな。よし、木も叩く、何でもやりましょう。皆様、今回はほれほれ、これってなんかね、ブロックがあるってことは、へい、やっぱそうだよね。叩けばまだまだ道ができてくるタイプ。ほれ、来い来い来い、よしよしよし。あ、溺れてた。大丈夫か、あの子どこ行った。ちょっと敵がいっぱいいるけど無視しよう。うん、大丈夫君。あー、危なかったー。水場のクソ力で水の上走ったなんて自分でもびっくりです。なんや水場のクソ力って。でもここにいるクリ、これ全部助けたかなと思ったらここにもなんかいた。あれ助けてなかったっけ、俺この子。木から降ってきたのかな、わかんねえ。いたっけね、さっき。さて、敵です。後ろのキノピオ見てください。めっちゃ増えた気しませんかねえ。うっ、プラス10秒、バッチの効果ですね、これは。さて、敵を並べろ。これは簡単だね。簡単に並べて、よーし。アイテムとかもそろそろ使ってみたいんだよな、俺。ファイヤーフラワーね。いって、いや、使ってみていいかな、これ。へい、くらえ。マリオのアクション、ファイヤーフラワー。どうすんの。あ、え、また押すの、これ。押すのかな、わかんねえ。自動で投げすぎたで。20のダメージ、結構でかいよね。ファイヤーボール、ファイヤーフラワーか。あれのアクションコマンドの説明がなかったからね、ちょ、いまいち俺には分かってないんだけど、この普通にね、ハンマーのエクセレントよりも火力高いからめちゃくちゃいいかもね。1個ね、120円ぐらいですから、敵倒したらね、普通に賄える金額。木に引っかかったものはそうやって取ればいいんですね。あ、やっぱ引っかかってたんだ、ノゴくん。またね、また木も叩くね。ちょ、高いとこにいるぞ、あいつ。あれどうすんだねえ、降りてこないかな。ほれほれほれ、もう一回、ほれほれ、まだいる。ああ、お花が咲いたから降ってきたな、おめえ。ほら、よかった。キノピオに戻っても頑張れば飛べるはずでーす。無理だ無理だ、諦めろ。ほっはっほっはっ、ほら。現実見なさい、現実を。さあ、敵さんは全無視しましょう。ああ、ゴルフだ、イエーイ。俺ゴルフ好き。あれ、ゴールしちゃった。いや、これ敵、これ旗と思ったらキノコくんだった。ありがとうございます。いい機会なのでこのまま鍛えてみます。頑張れよ、頑張れ。そ、離すなよ絶対。序盤に効く。お前すごいな。さ、バンカーに刺さってるキノコくん。ジャリがとうございます。どうした、ねえ、口の中が砂でジャリジャリしてます。ジャリがとう、そういうことね。いや、このゲームすごいな、ほんと。チューリップ咲いたけど、その中から出てきたのはまたキノコくん。びっくりしました、穴からだって咲けるんですよっていう。ちょっと待って、このゲームさ、要素が多すぎて、あ、紙がなくなった。要素が多すぎてストーリーが進まない。ストーリーが。やばいでしょこれ。びっくりするぐらい何も進まないんだけど、ストーリーが。で、この敵倒してちょっと稼ごう、一回紙一ペラ。よし、お金もゲットです。さあ、これで紙くれ紙くれ、紙いっぱい。紙めっちゃ吸収する範囲も広がったからね、だいぶ
楽ちんです。叩いてすぐ移動してもね、体にくっついてくるぐらいなんでね、楽ですよこれ。とりあえずばらまきましょう。ここうえい、どうだどうだ、な、敵かそれ。もうなん、びっくりするよな急に出てくると。足だけ見えるとやっぱキノコくんに見えちゃうな、そこ。うえい、ばらまき。まだ治らないのこれすげえボリュームだなここよし、で中まだ穴開いてる。あ、蝶々が出てきたな。さあキノコくん救出完了。パタパタするの楽しいですよー楽しそう。ご一緒どうですか。やだ、よし。さあこんなもんかしらね、だいぶ救出も終わって平和な平和なとこでしたね。よし、さあこの上の方行きましょうか何も進まないよ。なんか犬がいる、見て、あそこ。ワンちゃん、ワン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 、やんのかほらね、キノコくんでしたワンワン、私はキノピオタウンでバトルの研究してます。この先の手強い敵に備えて大博物館そばのバトル研究所でトレーニングしませんかっていう。ここまで来たのに戻るの。それなら見晴らし山にタウンまですぐ戻れる珍しい土管があるらしいですよ。お待ちしてますワンワンワン、あ、今ならキャンペーン中で入会のお客様にいいものを差し上げますよって。戻るかしゃ、いいものがもらえるなんて悪くないかもっていうか、いいかも。何もらえるんだろう、アクセサリーとかくれるのかな。ねえ、なんかみんなさっき町戻ったのにまた帰らされるんだね俺。あれー今ばらまいて完全もう大丈夫だと思った俺は。ねえ、こっちもばらまき直しちゃおう。ちょこちょこ落ちちゃうんだよな、ほんと悲しいよ。あ、ゴミが落ちてきた。キノコくんゴミって言ってごめん。なんかカニが出てきた。カニ、虫、これ何これ。わ、赤キノですね。あの中に引きこもってましたよって。バイバイ、君も大丈夫か、頑張って。起きた。マリオさんってもしかして全部の木叩いて回ってるんですかそうだよそうだよ、偉いでしょ、ほんと優秀でしょ。外も気持ちいいですね。引きこもりやめまーす。なんか上ここ見て、ほら。うわ、待って。なにこれ、なにこれ、なにこれ、いっぱい出てきた。わわ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 。出てこい、出てこい、出てこい。よーし。はい、全部キノピオでーす。そんながっかりなさならず、かわいそうなキノピオたちをどうぞお救いください。あ、上に開いてる穴もあんな風にできるんだったら、左下にもあったよね、確か。ここ、ここ、ここ。ここもなんかあんのかな。あ、やっぱ出てきた。なんだよー。こんなとこ詰められたら手も足も出ません。ハンマーとはさすがでーす。これでだいぶ全部助けたと思うんだけど、何パーセントだろう今で。見てみましょうか。地図です。62%。まだいるの？嘘でしょ？でも多分ね、右下の寺院とか、ね、他のところでね、助けられる、あそこのね、紙テープで覆われてるとことか、あの辺だと思いますので、多分こんなもんでいいでしょうか。さあ、奥行きましょうか。なんたら山だっけ、なんだっけ、見晴らし山だったっけ、確か言ってたのって。行ってみようぜ、見晴らし山。さて来ましたよ。うわー、赤いテープがどこだ。赤い紙のテープが、何あれ、灯台。あー高い、あんなとこに絡まっちゃってますね。あそこまで登らないといけないの、大変だ。どうすよどうすよ。じゃあマリオさん頑張って山登りお願いします。私も懐の中で一生懸命応援しますねっていい加減にせえ。これ何これ、ん、えい、あ、これキノコくんか。うん、道に沿って山を登れば辺りの景色楽しめる見晴らしタワーですよマリオさん。私はこれをお伝えしたくてじっと待ってました。嘘つけ待ってるって看板みたいですね。さあ右上ピンポンパンポン来ましたね。なんだ、キノピオタウンに、あー、バトルのあれか、バトル研究所がオープンしました。だって、へいへいへい、あやぶつ、待って、やばいやついたよね今。メットがいるって、あー空振った、マジか、やべ、一発食らったぞ。おばしてくれ、大丈夫か俺。ガード、ダメだ、コーラタック7も食らう、痛すぎる。うえ、時間はプラス5秒です。25秒しかない。ダメージ食らったからかなこれって。さあ施設並べましょうか。成功で、トゲの敵はアイアンブーツじゃないとダメなのかな多分。アイブー行きましょう。アイブー、へい、行くぜ。マリオのアクション、アイアンブーツで、へい、やーと、すごーい、全然いける、硬い靴だからへっちゃらでーすってやつね。でもなんかたまに壊れるんだっけこれって。ノーダメージボーナスが今なかったね。このピオジョン、うわー、新しい敵とかも出てきてやべえなこれ。何これ、
生き物を大切に走って近づいて虫を驚かさないようにしましょう。だって走って近づいて虫とかがいるどっかに。さあこれベンチだね、ベンチ、ベンチ直そう、ベンチ早く早く、ベンチ直って、直らない直らない、体力回復したいの俺は。イエイ。でここで回復できるって寸法だね。よかったよかった。ダメージ見そりゃ食らっちゃうわな。一休み一休み。ほらほら、耳を澄ますとザーザーと心地いいですね。後ろになんかノコノコとなんかプクプクも一瞬見えたよね。ザーザーだけじゃなくて魚の跳ねる音まで聞こえてるような気がしますわ。回復でーす。プクプクとか水の敵とかなんかいろいろ出てくるのかな今後は。右上とかもなんだろうね、あれね、右上に見えるかな、あそこ駅かなあれも。まだね、わからないことだらけですね。あ、土管はあのノコノコたちが今いるところかな多分。なんで来るの、びっくりした今の。宝箱でーす。なんだこれは、緑の茂み、なんか手前ちょっとちょこちょこしてるやつがいる。なんだおめえは、そのとこいたのか。猛アピールが届きました、たまたま見つけましたか。アピール見えたよ、よかったよ。よし、敵は、いやい。さあ見事撃破。結構パズル難しい。ちょっとやめ、だんだんなんか敵の難易度上がってきたのか知らないけど、パズルが難しくなってきたから、もしかしたら俺は本当にどこかでミスる。恥ずかしい。バッタがいる。待て、バッタ待てよ、ほら。逃がさんぞ、ほら。どこ行くで、こら。よら、暗い。あ、聞いた今。ほら。よーし。ありがとうございます。ぴょんぴょん飛びすぎて足がパンパンです。バイバイ、みどりくん。いっぱいなんかあるな、ここ。おいしい。あれが戻る土管かなと思ったけど、土管がないね、意外と。あそこ、キノコくんめっちゃ埋まってるし。じゃあ、いっか。とりあえず、今回ここまでにしましょうか。ちょっと霧は悪いですけど。次回、このね、山なんだっけ、見晴らし山か。を攻略して、頑張っていきたいと思います。で多分ね、今度こそ次こそボスだと思います。お楽しみに。それでは次回の動画でお会いしましょう。チャンネル登録してない方はチャンネル登録や高評価もよろしくお願いします。またね。